ねえ、その仮面の街ってどんなところ？よくわからない。とにかく変なところだ。お前も大概変なやつではないか、下着女。行くぞ。なんだろう、この建物。この施設は狼だ。気をつけろ。戻っていくみたいだ。どうもリーダーがおるらしい。なんだここ。お墓かも。にしては名前も何もないぞ。それにどれも新しい。この人門が閉ざされておるな。やっぱり無理そうだよ。なんだ。おお、あれかいね、ガテ。キッ、我ら恩人だ。カイネ、知り合いなの？いや、違うんだ。昔この近くで狼たちから子供を助けたことがある。それ以来この町には入れるんだ。こんな私を受け入れてくれる、そんな奇妙な町だ。言葉は全くわからない。期待するな。王は奥の館にいるからな。カイネは？面倒だからここ。まったく。とりあえず町を巡る。言い忘れたが、この製造頑張って。メガセクサ来た。わからぬ。キラセカ。気に病むことはない。シロ、もっと頑張ってよ。
無理だな。優秀な書物であるが辞書ではない。ヘルアト、あの奥にある巨大な建物が王の館であろう。ところでどうやって行けばいいんだろう。頑張ってルートを探すしかないようだ。そどと、さっきから同じところをぐるぐる回ってる気がする。町の者の言葉が分かればすぐなのだがな。自力でルートを探っていくしかあるまい。アルテル、アルテ、とりあえずこれで。あれ、と私フィーアー、そうなんだ。ちょっとなんだか言葉もあなあんないあんで、この僕たち王様に会いに来た。ダメ、この町ついて。町の民はその掟を守って、なんともはや。話せ合うよ。王子様に。ザ・タイムだな。
多大財刀とお会いで改めし全くもってフィーヤが謝ることじゃないよ。とりあえずはカイネのところに戻ろう。昔助けてもらった。いいんだ。カイラム。え？じゃあアルテルは？どうしたの？カイラムザイタスだ。ゲッタイゾット来たぞ。ラザ。ユリセイツタザ。イラート禁伝タンダヨリ。え？アルテルはゾンゾスチギュータタ。タラタイチクルギタイサ。ギウシウデ。アルテルは。うん。自分たちが困るような掟なんてやめちゃえばいいのに。彼らには彼らの生き方があるのだ。用が済んだよそ者はとっとと帰るぞ。リーダーエルパ枯れたい。掟と無関係なよそ者だったらどこに行こうが、だつまり僕が王子を助け。よかったな、厄介ごとに組む。ダイラと私も行こう。確かこうだったな。起きて1024、恩義ある客人だろフィア。まったく、どいつもこいつも。行くぞ。この砂はひどいね。目を開けてらんないよ。口を開けると砂が入るぞ。フィーヤはこの砂の中でよく平気だよね。仮面に何か特殊な機能でもついているのではないか。周囲への警戒を怠るな。フィアって勇気あるね。まったく、その小さな体のどこにそんな力があるのだ。
ぜそこまで。フィーアから離れるでないぞ。ありがとう。どう言ってるんだろう。の王子ってどんな人なんだろう。本来民を守るべき人物が逆に町の者たちにその身を案じられておるのだぞ。わかるだろう。グルナシリウギ、無能な知れ者だ。グルナコ、今なんか聞こえたけど。どこから来た？ウグダと、あ、サントと大神カイラムデアルゴ。王子ってこんな子供だったんだ。ツツキ、タトスケチ、レイジ。あ？ああ。ガルナ。行かないと。いっそ見なかったことにしたいがな。
やってられるか、こんなの。カイネ、なんだこれは。話せ、話しやがれ、このクソったれ。追いかける相手がもう一人増えたぞ。はあ、なんだ、どうした。掟を守らないと先に進めないみたいだね。
から次へと面倒な掟を仕掛けおって。黙ってないと失敗しちゃうよ。あの仮面の連中は掟がよほど好きだと言える。なんでこんなにややこしい掟を作っちゃうんだろう。砂まみれだよ。体力も減っておる。次は気をつけよ。Thank you.
これって見るからに怪しい広間だな。ムベなるかな。わ、あれ、囚われておるぞ。だが掟がないのであれば我らの本領が発揮できよう。うん、思う存分やれるね。これは一体。ある箱から魔力を感じるぞ。不思議だと思うよ。ここに来たの？知らん。暴れたらここに出てきた。よくやったぞ、下着女。うるさい。カイネ、光る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ紙は黙ってろ。優先もクソもあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。
楽しませてくれる。カイラム、ユリ、ズサラと、お、カイザムセト、カイザム、デサラとユート、シアトとウサトチー、ツグ、コスキ、サオサラエオ、フェルア、カイザンアサキ、カエ、サラトアヤーリ、アトルル、カイラム、オステキルタチエクグ、ギリスアガイ。ウカン、ヤーリ、それで、カイザムチ、タレル。チロンテク、カイラム。ウラ、コトサラタインタ。ベルアト、カイザムセテ、テチサワ。ゴレ、トルヨーリ。いや、そんな。エンリタンサ、クルタ。まるで脅迫だな。じゃあ、オキテゼロとして。気に入らない掟は住民投票で変えることがで、メアン、ヨーエルパッチ、ペルアとルドシ、恩人はくれたい。ペルアとアンダサンキトシチ、エオーカイザム、サラトは教えてきた。コスキ、ありがとう。でも王のために一番頑張ったの。ゲワタタ。そういえば